最後の授業がある。おお頑張って。最後の授業もう終業式、終業式かな。うん、こんにちは。おいわお、待ってね。イベント始まってますよね今。焼肉とすき焼きだっけ、焼肉とすき焼きですっけ、イベントやってますよね。これどっち派か決めた方がいいんですか。どっち派が決めた方がいいと。どっち派が決めた方がいい。今日もね、めんどくさくてリップとゲーランしかしてないこれどっち派か選んだ方がいいってこと。私が選んだ方が皆さんが応援しやすいってことかな。そういうこと。すき焼きか焼肉選んだ方がいいですか。決めた方が殴りやすい。おお。迷うね、めっちゃ迷うな。焼肉どっちの方がいいのかな。でも焼肉じゃない待って、今日も手抜きメイクかって、ごめん。手抜きメイクって言ってもいいやろみんな許してよ。いつも大体メイクしてるから、ちゃんとリップしかつけてない。焼肉かな。すき焼きもいいね。ちょっと待って、いい焼肉のキャンペーンもう始まってますよね。ちょっと待って、詳細見てみよう。どんなのがもらえる時集めたらやけど、お知らせで見れるかな。今日からじゃん。このさ、絵に描いてるさ、卵とかタレがついてくるってこと。そういうこと、そういうことですか。すき焼きもよく食べる。そう、肉祭り始まってるんですよ。焼肉かすき焼きか決めてテロップに書く。なるほどね。わん、迷うねこれは。焼肉。あ、すき焼き。どっちが美味しい。難しいね選ぶのって。難しくない？卵、タレ、なるほどね。すき焼き、焼肉。どうしよう。焼肉にしよう。すごいね、これはめっちゃ夢ありますね。フォローさせていただきまして嬉しい。出先からポニテにワンちゃんと期待して入室して違う時のまちさんねえまちゃんさん、前にあった山か海かって感じ。あ、そんな感じか。じゃあ焼肉でいきましょう。テロップなんて書いたらいいですか。テロップなんて書いたらいい。
焼肉、焼肉食べたい。さっきローソン行ったらいい夫婦の日ってことでイチゴが2つのとプレミアムロールケーキ。あ、今日でもさ22日やからあれじゃない。あ、そうでもないか。あ、ん ?21 日の上が25やったっけ。あれれれれれれれ、待って、そうだよね、今日22日やから、でもどっちにしろいちご乗る日だよね。2つ、焼肉派ですがいいのかな。はっ、おいしそう。あ、OK、焼肉食べたいにしよう。よし、オッケー。今日いいツインテールの日。あ、確かに。あ、ツインテール期待してました。うん、なんかツインテールの日っていうあれよりいい夫婦の日っていうニュースばっか見るからさ、今日ツインテールの日ごめん。みんなびっくりドンキーでとんでもない量食べたので本日は一食です。おお、でももうじゃあ美味しいもの食べたっちゃいいじゃん。いいねいいね。つつ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 、お、嬉しい。ドマさん焼肉ありがとう。マサッピさんタレありがとう。すごい、タレと焼肉のギフトがあるんですね。皆さんぜひお持ちの方はプレゼントしてください。久しぶりに来て嬉しい。ゆうちゃんありがとう。イエーイ。焼肉の絵文字めっちゃある。そう、めっちゃある。あと一つあった気がするよ。あと一つあったかも。焼肉焼肉食べたいな。うん、ね、すごいよね、カンプ。おめでとうございます。そうね、ともちんさんの旦那さん。すごい、昨日。ナンさん、嬉しい。焼肉ありがとう。すっごいね、なんかさ、このギフトからして美味しそうやね。めっちゃ美味しそう。うん。美味しそうだ。焼肉食べたい。いいね、このイベント。ワクワク。うん。カナルカのマセサラのクッチュカミサノン、ツイッターのショールームフォローミー、テレマカシー。うん。ツッ。じゃ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 ん。1000ポイントの焼肉。1000ポイントの焼肉。1000ポイントの焼肉っていうのがあるんですか。そう、焼肉のイベントが始まったんですよ。皆さんぜひ応援してください。ね、そう、前回も皆さん応援していただいて嬉しかった。目指せ達成。ね、宮崎旅行固まった。おー、なんとか2泊3日。あ、2泊3日、いいね。高千穂峡と青島、三名瀬、宇都神宮もありそう。お、最高、最高のプラン。楽しんで。
すごい、結婚してから高橋投手になかなか打てなくなったというぐらい180度かって、やっぱね変わりますよね。すごいね、すごい。ともちんさんの、北野友美さんのあれだね、パワーだね。パワーじゃない、お子さんと。うん、スヌポンさん、だるまさん、ありがとう、嬉しい。A5 ランクの宮崎牛、お高い焼肉、いいね。うん、そこにソラノの地元の、そうね、イベントね、加わってくれたら嬉しいよね。二度おいしい。昨日ステーキとハンバーグのセット食べた。おーい、置いていかれてるわ私。 PM 目指せ黒毛和牛。今日さやりんのお誕生日、そう、さやりんさんのね、そう、二十歳のバースデーですね。おめでとうございます。そう、さやりんさん同い年だよね。同い年だよね。だって二十歳。同い年だ。嬉しい。なんか私同い年少ないんですよね。少ないっていうか先輩にしかおらんから、そう。嬉しい。歌唱力の時の私は息やったっちけど、サイリンさんとすれ違いで、サイリンさんは無組はもう終わって帰るところで。そう、帰りにめっちゃ元気よく話しかけてくれて嬉しかった。うん、そう、同い年だよね。うんうん、うん、これこうすればいいのかな、こうすればいいのか。ゆいゆいさん、ああそうですね、ゆいゆいさん、花ひとみさん、ズッキーさん、そうですね、一緒、確かに一緒だね。そう考えると先輩にはいっぱいいるんですね。そっかそっか、そうですよね、たくさんいらっしゃいますね。おいしいお肉、なんだっけ、なんかありますよね。20万ポイントと30万ポイントのやつか。まずは20万ポイント。えい。トゥ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 。なんか言おうとしてたんですけど、忘れました。いつも忘れちゃうけど。あ、そう、なんかオンライン話し会、なんか空の方の外れたって言ってる子、言ってる子がそう755のコメントにあって、何日のだろうそれ、何日のなんですかね。完売したのかな。完売してたらでもそれはそれでめちゃめちゃ嬉しいですね。めっちゃ嬉しいですね。在宅勤務なのでサラノの声聞けたら、お、ラジオにしてくださいよ。焼肉は特に何が好き？ハラミとタンが好きです。タンとハラミがめっちゃ好き。牛タンもめっちゃ好きやし、食べ放題とかであるような豚タンも好き。うん、ネギ巻いて食べるのが好きで、あのネギのなんかすり身、うん、なんていうの、すりすりみたいな。ハラミ大好き。タンはあのレモンダレにつけて食べるのが好きかな。そう、分厚い焼肉俺も食べたいね。食べたいね焼肉。そう、皆さんオンライン待ってますね。オンラインって2月20日のも再販されてるよね多分。うん、他にも外れた方おるのかな。外れたってサインとかが外れたってことかな、それともお話し会自体外れたのかな。ね、気になる。
カラスのカーコさん嬉しい焼肉ありがとう。うん、あーそうねそうね、チキン南蛮ね、めっちゃ美味しいお店いっぱいあるっちゃけど、やっぱりね小倉さんで食べてほしいかな一番は。うん、小倉。おっ、エイト、ありがとう。サナンがお手伝いメンバーで出てるマジムリのブルーレイヘビロテで見てる、嬉しい。マジムリの、そっか、嬉しい。モップもちゃんと入ってるんですかね、モップ。うん、肉しか勝たん、初見です。初見じゃないやろ。うん、そう、チキン南蛮はやっぱ小倉さんが一番好きやな私は。うん、いっぱい今まで食べてきたけど、そうね、そうね。でもね、宮崎は普通にあのお惣菜コーナーとかに売ってるのもめちゃめちゃ美味しいのあって、そう、でも小倉さんが一番好き。うん、調味料マキシマムね、マキシマム、マキシマムはもうお家にもあるし、お家でも使ってる。うん、美味しい。なんかカレー風味、カレーのスパイス入ってて、めっちゃ美味しいよ。僕ら美味しいよね。え、わさぴさん行ったことある、嬉しい。そう、めっちゃ美味しいよね。食べに来て、ぜひぜひ。そう、あの小倉さんはあのそれこそあのチームメイトのあの連載あったじゃないですか、連載あったじゃん、あのちょっと前まで。それで一回あの見た方は分かると思っちゃうけど、そう、紹介させていただきました。そう、一緒にこうやって撮ってるやつ。そうそう、小倉さん、うん、で撮りましたね。そうなんですよ。そうね、たけんのね、甘み足りんやん。そう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 、そうね、南蛮酢が違うっちゃろうね。カルビーが好きなの、美味しいよね。お肉サイン飾らせてもらった。もう普通にあの行ったので全然飾ってないですよ。普通にご飯食べに行って写真撮りました。うん、撮らせていただきましたね。うん、そうなのよ、食べに行きたい、久しぶりに。うん、あとちょっと前にね、お友達とチキン南蛮食べに行った時もそこも美味しかったよね。いっぱいあるよ、お店は。本当にそこら中にある。なんなら定食置いてる店なら、お店ならだいたいチキン南蛮あるね。うん、お店の名前忘れる自信あるから、行くこと決まったらまたいっぱい聞く。おお、そしてそしてそして、辛いの好きやったら辛麺も食べてほしいけどね。うん、あとは宮崎牛も食べてほしい。まあでもそれはあれやもんね、あのお取り寄せとかもできますからね。うん、つつつつつつんとん、このあれかわいい、これ小籠包かな、小籠包のアバターかわいいね。うん、
ね、最近どんどん旅行できるようになってきて、旅行行く方多いですもんね。ぜひ宮崎に落ち着いたら、宮崎行ったら辛麺は絶対食べたいかも。うん、そうね、秀田さんめっちゃ食べてくれちょるよね。カップ麺とか食べてんのかな、チャルメラかな、食べてほしいです。いやもう本当にカップ麺だけに止まらず、もう本当にお店で食べてほしい。うん、お店のが一番うまい、美味しいよ。うん、もう毎週食べたい、毎日、なんなら毎日食べたいぐらいに辛麺好きですね。ソウルフード宮崎の、宮崎のね。でも今なんかあれだよね、東京とかにもあるみたいよ、宮崎のお店が行ってみたいな。うん、あるって言っちゃったね。なんかそうあるみたい。でもなんか大阪の友達が、大阪にもなんかあるらしくて、辛麺屋さんが、そこがお家が近いから食べるらしいっちゃけど、そう、美味しいって言ったけど、でもやっぱ宮崎のが美味しいみたいな感じだった。うん、そう、卵が入ってるんですよね、宮崎の。うん、みーくん、こんにちは。こんにゃく麺って言ってたから絶対来そう。こんにゃく麺で食べたことないかな、やっぱ食べたことないですか。そう、こんにゃく麺ですよ。こんにゃく麺が一番普通のスタンダードなやつで、あと麺の種類いっぱい選べるから、ストレートとか縮れとか、うん、それはもうお好みで。縮れ美味しいね。縮れと、私は縮れとでもこんにゃくしか食べたことない。うん、初めて食べたのが縮れだったね。そう、こんにゃく麺やからさ、気にしてるから、気にしてる方とかも、そう、ヘルシーで食べやすいと思う。うん、そうね。サダヤンさん、こんにちは。宮崎で食べるまで大阪では食べんようにする。おー、すっごい、それもうワクワクやね。ワクワク、ワクワクやん。宮崎来るのワクワクになりそう。辛麺食べたい、辛麺食べたいってみんな辛麺食べたことある？ありますか？辛麺マスモト辛麺食べたことある？みんな多分あれだよね、食べたことあるって言ってもカップ麺とかで食べたことあるみたいな感じだよね。インスタントとか、そうだよね。チャルメラ以外ではない。あ、チャルメラさんも美味しいですか？私ちなみにチャルメラさん食べたことないんだよね。多分ないとよね。うん、違うやつならあるけど、インスタントの辛麺ならある。あ、そっか、インスタントの、うん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 、辛麺ね。辛麺もね、お土産のやつで紹介させていただいたんだよね。あれ、そう、 AKB 新聞のやつでね、チームメイト、あ、AKB 新聞じゃない、チームメイトの、そう、連載のやつで一回紹介しましたね。それは白い袋に入ったインスタントやった。うん、それは結構お土産屋さん行ったら売ってる。うん、未だにない
辛いの苦手なのかな。ね、辛いの苦手ですか。でも結構辛麺って辛いの苦手な方もいけるよ。なんていう、辛子じゃなくて、香辛料、違うな、唐辛子、なんだろう、なんやろ、あれのアレルギーじゃなければ、おう、カナルカのマスやサラナンクチュカルミンサラノン、ツイッターのショールもフォローミー、テレマカシー。多分さ、これインドネシア語でさ、ご挨拶しよるけど、多分発音とか絶対違うから、あれよね、伝わってない可能性大だよね。チャルメラも美味しいよ。何回も食べてるってことか。うん。チャルメラ食べたいな。チャルメラ食べてみたい。うん。食べようと思っちゃう。おお。食べてよ。美味しいよ本当に。本当に辛麺食べんのは人生損してます。って言い切れるくらいに。美味しい宮崎の辛麺は人生損してる本当に。うん、こんにちはって、こんにちは、本当に辛麺は人生で一度は食べてください今すき焼き VS 焼肉のキャンペーンやって、そうなんですよ、焼肉食べたいですチェルメラの辛麺も食べて感想聞かせて。 OK、 食べるわ。食べたら言うね、食べたいんごって。食べてほしい本当に。辛いの好き、みんな辛いの嫌い、好き。でも辛いの苦手な方もゼロ辛があるから食べれるよ。焼肉派です。宮崎牛って美味しい、もちろん。なんかね、柔らかくて美味しい、めちゃめちゃ美味しいです。普通の肉と違うね、やっぱ。そう。なんかさ、お店で鉄板で焼くやつがあってね、めっちゃそれが美味しかった。もう本当に本当に美味しかった。うん。そう、目の前で焼肉焼いてくれるところがあって、美味しかったな。宮崎行きたいな。この前福岡と佐賀まで行ったのね。ほんとだよ、ちかっぱ祭りの時おいで、帰りに。そう、辛麺でゼロ辛ってあるっちゃけど、ゼロ辛どんな味がするっちゃろうね。私ちなみに始めたの1からからやったから、1,3,5って言ってるから、確か7って言っちゃるから、1個飛ばしで言ってるからさ、そう、ゼロから食べたことないってよね。そう、どんな味やっちゃる。でもゼロからやから辛くないと思うよ。うん、赤くもないと思う。今日の昼ご飯は焼肉ランチの予定やったけどラーメンになりました。おお、いいじゃん、ラーメンも美味しいよね。むっちむにさん、こんにちは。中本のスタンダードなのは食べれた。中本って何やっけ。中本って何やっけ。うん、なんか聞いたことある。でもそう、さあ何でもそうですよ。1からから始めました。だって最初からさ、5からとか3から言っててさ、ねえ、食べれんかったら悲しいじゃん。なんか1からから最初はチキりました、チキンちゃんあ、タンメンか。あれ、カップ麺のやつ、それかな、辛いやつ、セブンイレブンとかに売ってるやつ。辛さがゼロってことは普通の味噌ラーメンみたいな。
えー、でもね、食べたことないから分からんとよね。なんとも言えんけど、ゼロからあるよ。あ、蒙古タンメンのことか。蒙古タンメンね。蒙古タンメン食べたことあるけどさ、蒙古タンメンは、お店で食べたことない。蒙古タンメン中本、なるほど、それか。蒙古タンメンは、2、3回カップ麺で食べたことあるけど、一人じゃなくて、パパの一口もらったりとか、そんな感じ。そうです。蒙古タンメンの普通で泣いたから1からスタートします。1から。お、え？あ、普通で泣いた。待って、待って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 。蒙古タンメンは普通？違う。ゼロ、ゼロ、数字じゃないってことか。普通か辛いかみたいな。佐野サメッセではカート運転した。いや、私ね、行った時にまだ免許を持ってなかったので運転してないですよ。歩きました。あれ、確か免許いるんじゃないかな。どうやろっけ。みんな辛そうなの食べちゃったって 赤いよね、数値上げるごとにね。蒙古タンメン中本の北極が、北極限界、あ、え、南極とか北極があるのかな、種類に。辛さは毎日続けると慣れてくるらしい。そんなもんよね、とね。そんなもんですよ。そうよね、普通免許がいるよね。そうだから運転してない、まだ。北極が一番辛いってことは、一番辛さを感じるのは南極。違う 南極はない、もしかして。ねえ、そう、サメッセのやつさ、運転したかったとよね、めっちゃ。けど、そう、一緒に行ったお友達ももちろんくて、まだ。そう、家から歩いたよね、全力で。南極ないんかい？ないらしいです。まあ、ないよね。中本。あ、じゃあお店があるっちゃね。中本さんはじゃああれ？どっか他の、東京とかのお店かな。でも、蒙古タンメンってさ、宮崎からめっちゃなんかちょっと違うよね。違くない？ね、そうですよね。そう、サメスにちなん歩いてお散歩最高よ。めっちゃ歩くけどね。いいよ、めっちゃいいよ。お店だよって。名前すごかって。え、普通だよんだ。なんか最近あれやね、友達と喋ってるみたいに喋ってしまう やばい、敬語にするわ。敬語がいい？敬語がいいかな。なんか恥ずかしい、そうやって言われると。敬語がいい。蒙古タンメン一回行ったけど、普通の訛りでも辛かった。おお、普通？
って待って、辛さってさどんぐらいがあると、待って、北極、普通で、あとは鹿場祭りが12月にあるねって。そう、12月12日ですよ。めっちゃ覚えやすい。来てくださいね。方言がいい今さら気にしなくていいよって。今日のマリはあんまりなまってない方ですね。うん、なまっちろんよねそう思うなまっちろんよねっていうのがもうなまっちょっちゃろうね。なまってる方がかわいい。味噌、ん？味噌タンメン、え、絶対美味しい。担々麺。辛さいろいろ選べたよって。ほとんど記憶にない。思い出して。おかっぱ祭りじゃないです。ちかっぱ祭りね。ちかっぱ祭りです。ちかっぱ祭り仕事で現地に行けないし、オンタイムで見れんからアーカイブ配信見る。あ、アーカイブ配信あると？ぜひ。ぜひぜひ。ぜひぜひ。もぐたんめんは元の味噌タンメンに辛い。待って待って、蒙古タンメンは元の味噌タンメンに辛い麻婆豆腐。おー、あー、なるほどね、そういうことか。ほげあかんって言われたら俺ならなんやろ、わからん、喋らんようになるかな。オーバーペースです。え、金曜日から寝ちょらんってこと？もう寝なよ。蒙古タンメン中本は東京の板橋が本店だよ。あ、じゃあ東京のお店か。あ、確かに。でも私もあの方言バレたくないっていうか、自分のそうね、あの県が、出身県がバレたくないときは喋りません。本当に喋んないかも。喋らんね。そうやね。当たりか、喋らんようになる。私も方言丸出しなのでじゃあちょっと方言禁止にしてみよう。みんな、みんなって私だけか。方言禁止にしてみる。じゃあ誰かスタートって言って、そっから方言やめるわ難しいね。うん、もごた麺で北極食べて感想。あー、え、それさ、蒙古タンメンの北極ってあれ売ってる？売ってる？あのセブンイレブン。俺は方言バレたくないって思ったことないか普通に生きてたらないよね標準語さあのやめないでって。方言というかイントネーションの問題が大変やな。あ、そっか、そうやわ、そうやわ。でもでもスタート行ってくれんからまだいいってこと。確かにね、そうよね、イントネーションね、難しいね。標準語のイントネーションめっちゃ難しい。
こんにちは、こんにちは、こんにちは。夏場限定で北極のカップが、カップ麺があるよ。夏場限、ああ夏限定、セブンイレブンに売っちょるって言ったよって。え、モスターと、まだよ。無意識に出るのが方言です。そうよね、そうよね。直しようがないね。オッケー、じゃあ標準語喋ってみよう。難しい。でもチカッパってどういう意味？え、待って待って待って、チカッパってどういう意味？ちょっと私もわかんないです。教えてください。教えてください、チカッパってどういう意味？チカッパ、あー、この方が教えてくれる、きっと。そうな、標準語知ってるのって。知ってるって言ったら、でも嘘だよね、めっちゃ。うん、でもなんか東京の方とかと喋っちゃったらめっちゃ違和感ある。うん、そうね。そういうこと？チカッパが方言と思ったってこと？多分違うと思う、それは。うん。え。うん。つつ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 つ。チカッパって博多弁ですごいって意味らしい。おお、てちこさん嬉しい。だそうです。ってことはすごいお祭りって意味ですね。すごい、おお、お祭りってことです。すごい、とてもすごくを表す九州、北九州の方言。あ、北九州ってことはとてもすごいお祭りです。それです。すごい、チカッパ。ドエリアお祭りか。そうね、ドエリアお祭り。小さいカッパじゃないのか、チカッパ。めっちゃ短縮じゃん。違いますね、外れ、外れですね。花かっぱ、花かっぱ、花かっぱ、懐かしいね。懐かしい。ルル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 ル、花かっぱ、懐かしい。シンバくん、シンバ。なんかここの毛がゴワゴワしてき、ゴワゴワ、なんていうの、最初と違う。でもふわふわ、まだすごいふわふわ。ここが可愛いんですよ、めっちゃ可愛い。後ろ姿めっちゃ可愛くない？ちっちっち。あ、そういえば昨日日本沈没希望の人終わってから見た。終わってからサブスクで見ました。シャンプーしてあげたら大変だよ。
前が可愛い、本当。前が可愛いらしい。前です。Go。Go。ドボンでガチャ引いたら UR2 枚出て嬉しい。あ、そういえばさ、 UR のあ、ツインの、うん、ツインの三つ編み、編み編みちゃんのやつ、私も当たってめっちゃ嬉しかった。あったかい、このお手手がめっちゃあったかい。ね、東京から飛行機で宮崎、うん、東京から飛行機で宮崎帰って、うん、飛行機降りて、うん、どういうこと？荷物受け取ってってこと？空港出るまで、待って、東京から飛行機で宮崎に、あ、宮崎行ってってこと？東京から宮崎に行って荷物取って外に出るまでどれだけ時間かかるってこと？東京から宮崎だよね。だから宮崎で荷物受け取るまでってことよね。宮崎はすぐやね。東京とかめっちゃ遅いじゃん。宮崎、あー、いやいや、宮崎は早いっちゃけど、荷物が流れてくるまでの時間をちょっと待つぐらいかな。早い、めっちゃ早いと思う。うん、便が東京、あ、名古屋あるかな今。東京、名古屋、沖縄、大阪くらいしかないから、そうね、早いよ、早い。うん、全然迷わんし、早いよ、めっちゃ早いです。うん、東京とかさ結構遅いじゃん。宮崎早いかも、わかりやすい。うん、まあでももちろんあれだよ、飛行機から降ろすからそれまでの時間はちょっとかかるけどって感じかな。早いですね。キャンペーンのギフトってお肉とタレと卵だけなんやねって。おー、あ、そうですね、確かそうですね。ぜひください。荷物受け取るのは搭乗している人数にもよる。あ、そうね、確かにね、それはある。うん、それはあるわ、確かに確かに。今遅うね、そう考えると。うん、あと出てくる順番、早いか遅いか、うん、自分の荷物が、それはあるけど、そうね。でも他の地方よりも早いと思うけどね、飛行機あっという間。うん、こんにちはって、こんにちは。眠たそう？そうですか。眠たくないよ、今日本当にすっごい夢を見て、本当にほっとした。起きて飛行機で荷物預けたことない。おー、すごい、修学旅行もないと。ゆうなかさん、こんにちは。宮崎県代表のゆみそらのです。ぜひぜひツイッターもショールームもフォローしてください。こん
にちはってこんにちは。こんにちは言ったかさっき。そう755に書いてあったけど、もうめちゃくちゃなんかリアルだったわ。修学旅行は学年分先に送る。すごっ。あ、ん？待って、そんなこともあったかもな。いや、あ、なんかあったかも。そんなこともあったかもしれん。先に送るシステムなんかあった気がする。立てた。おお、うん。飛行機到着25分前に宮崎空港駅に出る特急で延びようかね。うん、行こうと思ってるんやけど、到着25分後、到着25分後、あ、余裕、それは余裕。いけるいける、全然いいよ。いけるいけるいける、それはいけます。25分あるちろ、いけるいける。そう、羽田空港と違ってあれなので、降りてすぐなのでね。みんなキャリーパメパメをゴロゴロ運びながら学校来てトラック積んだ。おい、すごい。ソーラン、おはよう。初めて言われた。おはよう。おはよう。妹来たと？うん。ソーラン、ソーラン、いた。帰りも、あ、すけた。おえー、すごいね、それ。帰りも？キャリーパメパメに突っ込まかった。あえて突っ込まんやった。キャリーパミパミが言えるかもあれだったね、曖昧だったわ。こんにちは、こんにちは。確かに、でも今主流なのかもね、そういうのが。修学旅行、うん。あくびしちゃう。ビーチで行くとめっちゃ遠く、ピーチね、ピーチで行くとめっちゃ遠くに降ろされることあるから時間めっちゃかかる。あ、大阪にってことかな。すごい、いっぱいキャリーバッグが仕事場に届く。すごいね、大変。それはあれやろ、ホテルのお部屋に運んだりね。あるよね、そういうの。あるあるある。あ、なんかバスに乗っけて、先に荷物だけ行ってて、お部屋に着いたら、バッグ届いてるみたいな。お部屋だったかな、なんかホテルの下かなになんか、バッグ届いてるみたいなシステムあったよ。うん、それあった。うん。焼肉が食べたいです。一緒やね。食べたいね。
今日お仕事終わった？その焼肉おごってて、おごってください皆さん。美味しい焼肉食べよう。めっちゃあくびずれ。なんでやろ今日、なんでやろね、なんでかわからん。なんかショールームするとめっちゃあくびしてしまう。うん、なんやろね、画面見てるからかな。あくびの配信じゃんこんな。申し訳ない。いや、叙々苑は行ったことないけど、あれやね、あのお弁当で2回いただきましたよ。鈴木拓さんからあれファイナルの時いただいたかな。焼肉食べ放題のお店に行きたいよね。アーパパイヤ収穫しようと思ったけど雨でやめた。おお、かなち雨やと屋根付きバイク欲しくなります。あー、バイクに乗るってことじゃ。そうね、バイクの方大変よね。そうね、大変。一人まるまる、一人まるまるって何？あー、そういうこと。あ、一人旅行できますよ私。一人旅行できるよ。一人旅行できるし、あ、でも一人焼肉とか行ったことないな。行ける？行けん？の問題じゃなくて、行ったことない。あ、でも普通にご飯屋さんとか一人で行ったことある。普通にね。安楽ってないかも。自家用車で屋根付きバイクはダサい。そうね。一人ご飯、あ、一人ご飯どこまで行けるってこと？ん？そういう意味じゃない？路面濡れちゃって滑って転倒したこと。いや痛いよ。あ、でも私自転車でやったことある。それめっちゃ痛かった。バック吹っ飛んでいってめっちゃ痛かった。あれは痛かった。コンクリートが下にあってめっちゃ尻餅ついて痛かった。一人遊園地、あ、一人遊園地でも行けるかもしれん。だって乗り物乗りたいからさ。行けるかも。そうね、一人焼肉のライク機会があったら行ってみて。え、ライクってお店ってこと？一人で気を使わないから。好きです。旅行もわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる、本当にわかる。お買い物もそうじゃない？でもショッピングもそうやない？私もそうなんだよね。気使わんからめちゃめちゃいい。あの、しかもめちゃめちゃお洋服とか優柔不断だから。食べ物は食べ物もでもそうやね。でもスーパーとか行ったらまっすぐ選べるけど、ショッピングはめちゃめちゃあの優柔不断やから、そう、待たせちゃうじゃん友達と行くと。だから一人で行くのもいいよね。めっちゃ俺ほとんど一人で行っちゃうからな。さらの今度お寿司誘って、さらちゃんファンのみんなで焼肉パーティーやりませんかって。
サラちゃんの方が嫌です。ダウンやばけど痛いよ。うーん、焼肉って最初に飛ばしてすぐ食べにくくなる。あー、食べ放題って一緒やね。それは12月18日に、あ、12月13日にチームメイト今夜帰らないに荷物して、あ、決まったんだ。みんな、あの11月15日に前回今夜帰らない出演させていただいたんですけど、次は12月13日ということは、ちかっぱ祭りの次の日にも楽しみがあるということで、皆さん聞いてください。セリカさんとナルさんとまたまた収録させていただきましたね、お家から。私は誰かに気を使うの嫌やし、買い物は人誘って行ったことない。なんかもうお友達と行くときはお友達のペースに合わせて、自分で行くときに、自分で一人で行くときに好きなように時間をかけてお買い物をするっていうのを私自分の中で決めてて、そうそうなんです。私はアミいっぱいに焼いてガツガツ食べた。おお、いいじゃん。焼肉パーティーのイベントにすれば経費で落ちるかも。イベントね、めっちゃいいじゃんそれ。イベントいいね。うん、今日の永瀬さんスタイルいいね。男まだいますよって。友達がいつも遅刻してくるからもう誘いません。おお、怒っちゃうやん。ご覧といて。うん、坂口さんこんにちは。宮崎県代表の海空野です。ぜひぜひツイッターもショールームもフォローしてください。今回のイベントややこしそう。焼肉派とすき焼き派があるみたい。うん、服とか友達誘って買いに行く発想ないか。うん、そう、なんかお友達とお買い物行くのめっちゃ楽しいし好きやけど、でも欲しいものが被った時に気まずいじゃん。本当はこのお洋服自分欲しいけど友達も欲しいってなったらね、そう結構被ることあるじゃないですか。だからね、そうでさ、だからといって同じもの買うことになったら全部揃いになっちゃうし、そう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 、そういうのがあるんですよ。今から出るって言ってまだ出てないとかあるねんって。うん、すき焼きは食べる、食べるよ。そう、なんかお揃いにしようって言ってお揃いにするならいいけどね、そうじゃなくてやったらね、いろいろありますよね。牛タン3枚ぐらい重ねてがっつり食べた。あ、いいね、美味しそう、絶対美味しいそれ。うん、そうなんですよね。うん、一人丸々は結構でもできると思う。私はできる方やと思う。うん、一人旅行行けるから。うん、うん、そうなんですよ。1時間経ったの本当に。じゃあそろそろ終わろうかな。うん、ヒンもお久しぶりです、お久しぶりです。
焼肉のやつはあれですね、焼肉ギフトのやつで加算されますね。そうですね、そうだよね、合ってるよね、合っちゃうね。焼肉の部位では何が好きなのって、ハラミとタンが好き。シンバって何語？シンバ語ですよ、シンバ語。夕飯を買いに行きます。何買うんですか？よし、じゃあランキングもね、行きますよ。13位、左内輪さん、ありがとうございます。12位、 NSKW さん、ありがとうございます。11位、玉ねぎさん、ありがとうございます。玉ねぎ。10位、よしおさん、ありがとうございます。9位、ラパンさん、かわいい、ありがとうございます。8位、フォークアットマーク香港チームメイトと16位、箱押しさん、ありがとうございます。7位、ひでとさん、ありがとうございます。6位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。5位、スヌポンさん、ありがとうございます。4位、ナンさん、ありがとうございます。3位、カラスのカワコさん、ありがとうございます。2位、わさっぴさん、ありがとうございます。そして1位はドマさんでした、ありがとう、ありがとう。やっぱりタンは塩だよね。そう、あの レモンダレにつけて食べるのが好きです、私は。はい、じゃあせーの、そらのじゃんけん、じゃんけん、ほいほい、グーです。グーグーです。じゃあ皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではありがとう。ありがとう。はい、ありがとうございました。またねー。